フィル・キャバレッタこと、フィリップ・ジョセフ・キャバレッタは、主に1940から1950年代に、活躍したアメリカ合衆国のプロ野球選手。主なポジションは一塁種、左投げ左打ち。ニックネームは、フィリバック、イリノイ州シカゴ生まれ。シカゴの高校卒業前に、カブスとプロ契約を結び、マイナーからカブスに昇格した時は18歳の、 誕生日から二カ月足らずだったが、デビュー戦で本類打を放った。二年目から一類手として定着し、股関節や足首の故障を抱えた1937年から1941年にかけてのシーズン以外は、一類のレギュラーとして長く活躍した。聴覚の異常がもとで徴兵を免除されたキャバレッタは、1944年シーズンにリーグ最多の197安打と、 321の打率を残す。さらに、翌1945年には打率355でリーグ首位打者となり、カブスをリーグ優勝へ導き、自身もシーズン最優秀選手に選ばれた。この年のワールドシリーズでは7試合で11安打後打点、打率423と活躍した。1951年からは、 カブスの選手兼任監督を務めるようになり、1953年までカブスを率いた。その後1954年から2年間同じシカゴのホワイトソックスに在籍し、1955年を最後に選手を引退した。1961年から3年間タイガースのコーチ、また1975年から4年間ニューヨークメッツのコーチを務めている。 1979年にイタリア系アメリカ人スポーツ選手の電動入り表彰を受けた。2010年12月17日、白血病などにより死去。94歳没。順位は年度最終順位。ありがとうございます。